所属事務所は3月30日、コメディアンの志村けんさんが3月29日23時10分、都内の病院で新型肺炎のため天国に旅立たれたことを発表しました。志村さんは高校卒業間際、いかりや長介さんの家へ直接押しかけ、雪の降る中、いかりやさんの帰宅を12時間待ち続け、弟子入りを直談判。1974年には新井中さんが脱退したことに伴い、ザ・ドリフターズの正式メンバーになります。最高視聴率 50.5% を記録した「8時だよ全員集合」で披露した「東村山音頭」が主に子供たちの間で受け、一躍お茶の間の人気者に。その後も各冠番組で「変なおじさん」や「バカ殿」など誰もが知る名物キャラクターを生み出し、近年は「天才志村動物園」の司会なども務めていました。同年70歳。志村さんの番組は世界各地で放送されていたこともあり、今回の訃報を海外メディアも大きく伝えています。関連記事のコメント欄には悲しみや驚きの声のほか、笑いで救ってくれたことへの感謝の声も多数寄せられていました。